北から見たプーフルフル。手前はマウナケアへ前の道路。プーフルフルはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島にあるスコーリア級のことである。ハワイ州道200号線のすぐ脇にあり、荒涼とした周辺と異なって樹木に覆われている。プーフルフルはハワイ語で毛深い丘を意味し、ハワイ州道200号線の脇にある樹木に覆われたスコリア丘の名称である。北のマウナケア山と南のマウナロア山の間の溶岩流により作られた植生の少ない平坦地にある。周辺はハワイ州道200号線の最高地点となっている。このプーフルフルは溶岩流に飲み込まれずに植生が残っており、目立つ存在であり、こういった溶岩流に飲み込まれずに残った地形をキプカという。プーフルフルはコアなど在来種の植物が生えた自然公園となっており、ハワイ人の聖地にもなっている。道路を挟んで反対側には各支店問題が林立するマウナケア山へ登る道路の入り口がある。なお、プーフルフルと名付けられた小丘はハワイ火山国立公園内のキラウエア火山のナパウトレイル上にあるプーフルフルなど他にもある。2019年7月から8月には、ハワイ州最高裁判所の判定にもかかわらず、ハワイ人及びお花の30メートル望遠鏡の建設開始に反対する G 運動が、プーフルフルの前とマウナケアアクセス道路で行われて、建設が中断している。出典4、生きている火山、キラウエア群馬大学、早川幸夫、2018年5月閲覧。ハンドレッズギャザーフォープレアビジル。ありがとうございます。